はい。和田秀樹チャンネル、和田秀樹です。えっ、ー、と、時々、まあ、心理学入門というか、心理、和田秀樹の心理学講座というのをやるということでお話しましたけど、心理学って言葉を聞いた時に、意外にみんながイメージするものが違うということがあると思うんですね。あの、心理学とかっていうとさ、今はあんまりないけど、昔はね、ちょっと田舎のレストランとか、 行くとさドライブインみたいなレストラン行くと何とか心理学とかって言ってさこう10円か100円かちゃんと入れるとそんなのが見れるちょっとそういう心理学とかねこの道とこの道を選んだ人は何を考えてるとかさそういう心理学というのでなんとなく心理学っていかがわしいっていうイメージを持たれてる方もいるだろうしもう一方で例えば中学や高校の時にいじめにあったとかさ 不登校になっちゃったとかっていう時にスクールカウンセラーとかっていう人に会って話を聞いてもらって心理学っていうのはそういうカウンセラーの仕事なんだというふうに思ってらっしゃる方がいると思うんですけど大きな意味で言うと両方とも正解なんですけどここで日本の多くの人たちが気が付いてないのは心理学っていうのは大きく分けて2つあるんですよ。 で、一つは、実験心理学って言われるものなんですけども、例えばね、同調の実験とかって言って、こう、三つ線並べてね、それで、その、どれが一番長いでしょうとかさ、あの、上の棒と一番、同じ長さのものはどれでしょうって選ばせるわけですが、それをしたときに、一人でやったら、まあ、大体もう、ほぼほぼ100%、95%以上が、 もちろんそれを当てるわけですね。ところが桜を3、4人呼んできてわざと間違いの答えを言わしてるとなんとなくそれが答えだっていうふうに思えてきてしまって約3割の人が間違えてしまうというのがあるわけですね。それが有名な同調の実験なんだけどもつまり人間っていうのは他の人が言ってることがなんとなく正しく 間違ってるものでも正しく感じてしまうとか他の人に合わせてしまう人が約世の中には3割いるっていうようなことが、まあ、実験心理学でやることなんですよねあの有名なミリグラムの実験とかっていうのはテストをやらしてみてできなかったら電気ショックを与えるっていうのでで最初15ボルトで3045ってやって300以上になると危険 でもう400以上になると死ぬよみたいなことを、まあ、言われてるというふうにすると本当は電気ショックを与えられてないんだけどその演技をすするわけですよねだけどこれは学習効果の実験ですから間違えたらちゃんとボルトを上げてくださいねっていうことを言われるわけですね。と300でもがき苦しんのを見てこれ以上は危険って書かれてるわけだけど。 それでも、じゃあ、また間違えました。じゃあ次を押してください。とかって言われると、別に命令でも何でもないんだけど、みんな315も押すと。で、330も押すと。で、今度400になると、ほら、これ以上だと死ぬみたいに書かれてるからさ、それでも押すみたいに、実は何割だったかな ?6 割とか7割の人が最後まで押し続ける。最後は450まで押すんですけども、っていうような実験がある。 みたいにこう人間っていうのはそのある状況になると人が死ぬかもしれないような残酷なことでもできてしまうしかもそんな人はやたらに多いとこれ社会心理学って言うんですけど何のために実験をするかっていうとナチス時代にドイツ国民が何であんなに残酷なことができたのかというのはやっぱり周りが残酷になると残酷になるだとか上からその言われて これは正しいことだっていうふうに言われちゃうと残酷なことでもできてしまうみたいな有名な実験があるわけですよねつまり周りが間違っていることを言っててもついつい同調してしまう傾向があるよとかあるいは任務遂行だとかって言われると結構残酷なことができてしまうよとか動物でも人間でも実験してみてまあ一般的にこういう心理を持つというのが実験心理学なんですねところが実験心理学って ある意味一般にそうだというだけで例外ももちろんいるわけでさっきの話でも結局同調の実験をしても大体6割から7割の人は同調しないで正しい答えを言うとあるいはその残酷になれるとかっていうやつでも大体2割から3割の人はさすがにやめとこうって言ってやめるわけで全員がそうじゃないんですね。だから例えばさ子どもにまつわる実験をやってみて。 7割の子どもは褒めた方が成績が伸びると3割の子は叱った方が成績が伸びるとした時に心理学の実験としては褒めた方がいいって話になるわけですけど例えばあなたのお子さんがその3割に入ってないとは限らないわけですね。とその3割に入ってるとしたら褒めても褒めてもかえって勉強しなくなっちゃうとかさ増長しちゃうところが叱るでやるようになるってことですからこれは一般論は褒めた方がいいんだけど お宅のお子さんは叱った方がいいっていう話になるわけで実はその実験心理学で分かることっていうのはいっぱい例外がいるのについつい人間ってこんなもんだって決めつけちゃうわけですね。で逆に臨床心理学っていうのはむしろ心を病んだ人がいた時にどういう接し方をしてあげたらその人の心が軽くなるかとか。 鬱状態から脱するることができるかだとかあるるるいいはトラウマを抱えている人が少しででも楽にななかかみたいな心理学ですねだからいろんな種類の臨床心理学っていうのがあるんですけど例えばフロイトの精神分析っていうのは無意識を発見していくとかねまあ古風とという人の自己心理学っていうのは相手の自己愛を満たしてあげることで心を健康にしてあげるだとか認知療法っていうのは相手のものの見方を変えることでうつだとか、まあ、心の病から。 楽にしてあげるとかそういう種類のものなんですけどもここで気をつけなきゃいけないのは一般的にはマジョリティの人と違う意見例えばマスクなんで外しちまえとかさそれとかそういういやロシアだってかわい、まあ、言い分あんじゃないのとかさそマジョリティに外れた人っていうのはついつい周りに浮いてしまうからカウンセラーが相談する対象っていうのはどちらかというと例外側にいる人が多い。 っていいいいうこことととでででくらら実験心理学を学をんできたとしてもそのの通りにならないことの方が多いわけですよねだからそういう意味で臨床心理学っていうのは実は一人一人の心って違うだから一般論で語っちゃいけないよっていうのが原則なんですよ。で実験心理学はまさ,まさに逆で一般論として人間ってこんなもんだっていうのを考える学問なんですね。 だそこが混同されてるから心理学が割とと混同されててるる私は思っているんですねあともう一つ考えなきゃいけないのはその心理学っていうのは基本的に心を楽にしてあげる学問ですから例えば北朝鮮の子供がかわいそうだとかロシアにも言い分があるんじゃないのって言っていじめられた人がいた時にいやあんたの考えはマジョリティに載ってないから直した方がいいよって。 いうのが普通カウンセラーがやることじゃなくて、いや、君の気持ちはよくわかるよと。まあ、人間いろいろ考え方あるよねっていうふうに言ってあげる。っていうのが臨床心理学的な考え方なわけですよね。なんかこの間 YouTube でやっぱりちょっとロシアの肩を持つようなことを言ったらですね、お前が精神科医だったらお前の方が精神科に書か,かれとかですね、そんなコメントがいっぱい出てるわけよ。だけど、精神科っていうのは、 決してその基本的には心の病を治すのが仕事なんであって人の思想を変えるだとかですねそれとか反対性的なこと世の中のみんなが言ってることと合わないことを言ってるやつの思想を変えるだとかあるいはそういうやつを精神病扱いしてひどい場合は病院に掘り込んじゃうこれ昔本当にソビエト連邦という国でやってたことなんですけどそういうものとは違うんですね。 だから、まあそこは誤解がないように変わった意見だっていいじゃんっていうのが今の臨床心理学の流れですよね。ということで実験心理学というのは一般的な心理。臨床心理学というのは一人一人心が違う。で、ちなみにこの臨床心理学、誰が素なんだと、誰がスタートなんだと言ったときに多くの人が挙げるのがジグムント・フロイト。まあフロイトと言われる。 まあ精神分析を作った人ですけど今や精神分析なる学問は臨床心理の中でもあんなもん聞かないっていう人もたくさんいるわけですよでもフロイトが偉いところっていうのは実はフロイトを有名にした著書に夢解釈という本があるんですけども夢解釈っていう本でフロイトが言ってたことって何かっていうとこれまでもいっぱい夢占いみたいなのがあって水の夢を見たらこうだとかさ ヘビ、まあの夢を見たらこうだとかっていうようなことを言うんだけどフロイトの場合例えば同じようにヘビの夢を見たとしても一人一人意味が違うと。ヘビが来た時にママが抱っこしてくれて「大丈夫?」って言ってくれたらヘビが逆にいい意味だったりする。でもものすごい怖い目に遭った人もいる。ということでこのフロイトは自由連想というのを始めてあなたはヘビにまつわってどんなことを思いつきますかとか。 のについてどんな過去がありますかみたいなことを聞くわけですよつまり同じヘビの夢を見た時に一人一人意味が違うということを最初に言い出したのがフロイトで,でこの考え方はとっても素晴らしいと私は思っていてこの一人一人心が違うものだっていう考え方ができるようになると本当に臨床心理士的だし実験心理学の人たちを100人なら100人集めてきてそして まあ、多い方の反応が、まあ、人間の傾向だって見るとその2つを、まあ、混乱しないようにしてほしいということで、まあ、今日はちょっと基礎の基礎として、まあ、心理学の基礎をお話ししました。